これでとりあえずはね、素晴らしい重力を流れてくれるはずですよ。もう一個ぐらい鹿間用意してもいいけどね。あ、でもすごいね、いいね。もうガンガン、ガンガン入れて、もうガンガンフルスピードで作って、マックス、マクシモン。もうね、3台の限界が来てるよね。もう1台この、違う、作っちゃった。そうね、この辺も高速に変えてやった方が多分処理能力アップしそうだ。イエス。さあスパパーンと入れればいいからな。はい、おー、いいね。頼むよ、ほんと。今回の輪でね、頑張ってやってくんないと、ちょっと困っちゃうからね。おお、今度は鋼が今力つけようとしている。鉄は結構もういいんじゃないのってぐらい頑張って作ってるから。鋼、こいつも鋼にしよう。ちょっと待って、鉄板が流れてるぞ。貴様か。OK。
これで足りるかなと思ったけど、結構な勢いで鉄がなくなれてるね。こことまあ、ここぐらいまではちょっと鉄作るのに作ってもらおうか。おうのおじおじおじ、よしよしよし、これでちょっと流れるようになった。止まってる。なかなかうまくいかないね。あーでもいい感じ、結構いい感じに溜まったんじゃないのこれ。おお、2000、あと700発ぐ、違う、100発ちょいぐらいだ。でも鋼がゼロになった。俺の中の鋼がゼロになったよ。あと120発ぐらいか。もうちょいしたらじゃあ鋼が今度貯められそうですな。おお、なんか詰まっとるよこれ。これ詰まってるよ完全に。これ完全詰まっとるよこれ。ちょっとこれ完全に詰まっとるよ俺。何かもやらかしたよ俺。鋼持ってきて、こっちから持ってきて、こうじゃない。結局元に戻すんかよ俺。ああ、インベントリーマックス間違えた。これ何かを間違えた俺。鉄持ってきてこっちに出すというあれだったんだね。
人参はねもういらないんですよもうそろそろ弾いけるんじゃない。あと50発作れバランスが難しいね。すぐにいっぱいになっちゃうもんね。超大量じゃないですか、弾が。こっちにも100発入ってるしね。もうちょっと燃料補充しとこうか。車載機関銃って書いてある。違う俺がやろうとしてたのはこういうことじゃなかった。イエーイ。バンリの長女。鋼鉄の炉作った方が早いね。あるじゃん鋼鉄の炉。もういっぱいになっちゃった。ですね、こいつを仕上げてここに来るこれをそしてこうする。そうするとこの1個上だけは鋼をちゃんと出してくれるようになるはずなんだよね。炉を最新に変えていくか。意外とこの石の生産量が少ないんだな。とりあえずもういいかな気ままに作ってもらって貯めてもらって、ここ
これはこっちいいけど、こうしてもらってほい、でちょっともう常時レンガをね貯めてもらうと。はいはいはい、もはや何のために研究しているんだっていう。鋼を作るために鋼を要求する私である。もうすごい勢いでこれ作れるでしょ、これ。結構なスピードで持ちていると思いますよ、私は今。おまだ大丈夫ですね。よし、193、もう OK です。もう OK ですよ、作らなくて。もう作らなくて大丈夫です。 OK。 あと5000溜まったね鋼を私が回収して、すごい量だねすごい量になっちゃったね。ほら、あと鋼1300個、もうすごい距離溜まりますよ、これは。こっちでね、わんさかわんさか作ってますから、あとはここをひたすら流れるのを待つばかり。もうね、ここの人たちもね、もう休んでもらって構わないですよ。このロングアームさんを、よし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 、オーケー、すごい勢いたまった。まあ、この間にうまく作ってもらうと。ちょっと待って、何これ、あ、落ちてるのねすごいちっちゃいチェスト現れたーって思ったけど、あとは鋼だけです。
この生産なんとかモジュールってそういえばそういうカード持ってっけど、これどうなんだろう。マシンのスピードを上げるっていうのをそういえば全然使ってねえや俺。これ使えばもっと早くなんかこう作れたんじゃないの、弾丸。そういうオチだろこれ。うわ失敗したわ。なんだこれって一瞬思った。エネルギー消費量全部、ま、稼働速度上がります、スピードボーナスプラス50倍のスピードで弾丸作れたんじゃねえかこれ。恐ろしい、芸人恐ろしいや。ははは、君たちの努力が報われるといいね。通れねえじゃん、通れない道つっちゃった俺。見よう、これが最高の壁じゃ。しかしな、まさかまだ足りんかってぐらいあれだね。向こう側に溜まってる分を考えるといけるかこれ。さっき満タンにしたからね。いれいれいれ、でも1200個もたまってないでしょう。これは結構いい感じに、もしかして、あーはー、残念ながらあと400個足りないよー。違う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 、あと400個。はい、というわけでですね、残念ながらあと400個ちょっと鋼が足りない状況になってしまいましたが、まあ、次もね、引き続きやっていきたいと思います。まあ、ただもうちょいあればクリアできるのは間違いないでしょう。次もお楽しみに。またな。